こんにちは、マナー講師の野崎美子です。さあ今日は、マナーの研修では必ず一番初めに行うこの挨拶について少しお話をしたいと思います。まあ、挨拶って多分物心ついた頃からね、皆さんこう親に習ってやってるんじゃないかと思いますけれども、実際のところその何のためにするのかっていうと、なんとなく朝はおはようございますっていうもの、帰るときはお疲れ様でしたっていうもの、こんな感じで思ってますよね。なのでそこがちょっとこう言い方がなおざりになったりしてしまうということでしょうかね。でその挨拶ってこう漢字がちょっと書きにくいと思うんですけど、こんな字書きますね、挨拶。でそれぞれの漢字を見てみると少し意味合いが分かってくるように思います。挨拶、押し開き、迫るという意味なんですよね。で押し開く、何を押し開くかっていうと、相手の心を押し開き、そして相手に迫るものというふうに思ってもらえれば、相手と気持ちを交わす挨拶でなければいけない。そうすると少しやり方が見えてくるのかもしれないと思います。でこの挨拶の挨拶とそれぞれひらがなで書いて、みんなにいつもやってもらってるんですけど、挨拶で大切な、あいうえお作文というのをこの、作ってもらいます。でこれなかなか難しいんですけど、今日は、ま、こういうふうに映像でお届けしていますので、挨拶って私最初からもう言っちゃいますけど、大切なものそれぞれ、あ、明るく、もちろんそうですね、暗いのは嫌ですもんね。明るく挨拶をすることが大切です。これはわかりますね。次に挨拶のいい、いつもです。でこのいつもって実は難しくて、いつもニコニコして機嫌よく相手にいられるかって、人間いい時もあれば、悪い時もあったり、なんだかこう体調の悪い時もあったりね、して、いつも同じ調子っていうのが難しいんですね。ただいつもこれとても大切です。ある統計があって、どんな上司には、使えたくないかというアンケートがありました。これね、なんかこう厳しい上司は嫌だとかね、文句言う上司は嫌だとか、そんな意見が出るのかなと思ったら、一番に来たのは実は、機嫌が良かったり悪かったりする不安定な上司が嫌だっていうんですね。今日は機嫌がいいかな、今日は機嫌が悪いかな。人間って実はいつも一貫性のある人にはそれに対応する力が、まあ、備わっていますので、厳しい人にはじゃあこことここをこんな風にやっとかないと怒られちゃうぞみたいなのがわかるんですけど、一つの失敗をしても今日はヘラヘラ、その時もあるよねって、調子がいい時もあれば、自分の機嫌が悪い時はもうめちゃめちゃ叱られる、みたいなだと、どう対応していいか困ってしまうんですね。相手の機嫌に自分の人生が左右されてしまう。で、こういった上司は使いにくいというアンケートが出ているんです。いつもいつも一貫して挨拶ができるということはですね、心が安定していると相手に印象を与えるから、とても大切な部分なんですね。あい、次はさあです。先にです。挨拶って2人以上で行います。おはようございますどちらかが挨拶すると、おはようございますとこう挨拶をしますよね。こんなことは分かっていることでも、なかなか先に言えなかったり、この先に声をかけなかったり、かけづらかったり、かけることが、怖かったりする。おはようございますっていうこの一言が、言いにくいっていう人とても実は多かったりするんです。特にコミュニケーションが苦手な人はこれがとても苦手です。だから苦手だからやらなくてもいいということにはなりません。社会で仕事をしていくからには、コミュニティの中で生きていくには、そこに自分の居場所を作らなければいけないわけですから、先に自分が挨拶をすると向こうだって先にされた方が嬉しいわけですよね。声をかけてくれる、パーティーなんかで、声をかけるよりは声をかけられる方が楽なわけです。だとすると自分が、先に声をかけるっていうことをいつも心がけておかれると、相手から好まれるということですよね。そして最後はつ。つは
伝える、もしくは伝わると覚えておいてください。ありがとうございますっていうのはこれ伝わってない、例えばありがとうございましたっていうのもこれは気持ちが伝わってない、これは、ありがとうございましたと本当に思えているのかどうなのか。おはようございます、今日も朝早くですが、今日もどうぞよろしく一日お願いしますという気持ちが、その挨拶の声色だったり、顔色だったり、表情だったり態度だったりに現れているかどうかというところがとても大切な部分だということです。お客様からね、お怒りのコメントをいただいて、がっくりする、まあ、私自身もそうですけれども、そんなこともあったりします。でこの時に私ちゃんとお客様に言ったんです、伝えたんですってこうそんな意見が返ってくる時もあるんですが、実は伝えたかどうかは問題ではないっていうふうにいつも言ってます。言ったんですというのは関係なくて、伝わっているか、それが相手にちゃんと、相手のところまで届いているかを確認したかどうかということが大切です。この挨拶は実は挨拶に必要なことだけではなくて、お仕事であれば必ず必要なことだってこう思っているんですね。まあ、いつも明るくいる、機嫌よくいるっていうことはとても大切で、そして、いつも同じ調子で、相手と接することができる、または先に何か起こす、言われるよりも先に、相手よりも先に自分の行動を起こす、そして伝わること、伝えている、相手が伝わったとしっかりキャッチができる、このことを気をつければこれはそのままお仕事につながるのではないかなって考えながらお話をしています。本当に基礎的なことですけれども、そういった基礎の部分、一番の部分ができなければ大きな仕事なんか難しいですもんね。ぜひ明日もおはようございますと、こんな時だからこそ元気な挨拶ができるように頑張りましょう。